はい、どうもこんにちは、ゴッシバと申します。本日もアークのモッド紹介していきたいと思います。今回紹介するのはエクスティンクションコアというモッドになります。こちらは以前紹介したアヌナキジェネシスと同じ作者さんが作ったモッドになります。まあ、こちらもね、非常に高クオリティで、まあ、いろいろな要素が追加されるかなり大型のモッドになるんですけども、まあ、パッと見ただけではね、一体どんな要素が追加されるのか、まあ、分かりにくい部分もあるかなと思いますので、まあ、そういった方に向けて詳しく紹介をしていきたいと思います。ということでね、早速やっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では行きましょう。はい、まずこのモッドの概要ですが、新たな生物の追加というより既存のアークを拡張するイメージになります。難易度は高めで、特に PVE におすすめのモッドとなっております。特徴としては強力な生物が数多く出現します。エーペックス種など新たな種類も含みます。倒すと報酬もあり、生物の種類によって得られる報酬が違います。最大の特徴は後ほど紹介しますが、部族民として NPC が出現することです。生物も使用してきて強力です。さらにこのモッドではボス生物をテイムすることができます。最終ボスを倒すのに必要となるため、これが大きな一つの目標となるでしょう。まずは内容に関して紹介していきます。まずはシステム面の変更からです。アイテムの品質は本来のアークとは異なるレア度分類がされています。コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリー、プライマルの順に強くなります。その能力値自体もバランス調整されているようです。次に生物強化です。ほとんどの生物がそれぞれの役割に適した強化がされています。スイカの攻撃、アニメーション、エフェクトなどが追加されています。さらに下のボアが麻酔薬を生成してくれたり、イースターバニーはキブルを生成してくれたりなど、生活に役立つ機能も追加されています。一方で野生生物の脅威も強くなっています。マップのどこにいても油断することはできません。アルファ生物やボスは金属の建築物でも破壊できるため、拠点の場所も気をつけなければならないでしょう。いろいろな DLC マップの生物が出現するようになるため、単純に出現する生物のバリエーションも増えて楽しいです。報酬システムの変更、より強力な敵を倒すほどより良い戦利品が得られます。例えばこのモッドのテック生物は非常にタフで強力になっていますが、倒すとこのようにテック装備やテックスキンをドロップし、プライマルテック装備と呼ばれるアイテムをアンロックできたりもします。かなり美味しい報酬となっております。そしてこのモッド最大の特徴ともいえる部族民が追加されます。このような NPC 住民が登場します。彼らは残忍で容赦がなく、大抵は複数人で行動します。複数の部族が存在し、それぞれにリーダーも存在します。アルファ族と呼ばれるものも存在し、倒すとプライマル装備をアンロックすることができます。戦闘はかなり厳しいものになるでしょうが、この部族民は仲間にすることもできます。この部族民に関しては追加生物のところでもう少し詳しく紹介します。いや、でかこのカワウソ。お次は追加アイテムの紹介です。まずこのプライマルアーマーというものが追加されます。これは通常の防具の強化版みたいな感じになっております。先ほど言ったように特定の部族民を倒すことでアンロックすることができます。壊れにくく修理の必要がないというメリットもありますし、強力なのでこのモッドをクリアする上では必須となってくるでしょう。またブリーディングやテイムなどに便利なアイテムも多数追加されます。例えば離乳食、これは赤ちゃん用に設計されており、大量の食料値を与えてくれるアイテムになっております。またテイム用のアイテムとしては非常に大量の昏睡値を与える鎮静剤、また即座に昏睡から回復させるデトックスというものもあります。キセノキブルというものもありまして、こちらはアルファ種のテイムに重要となっております。さらに XP ポーション、様々なバリエーションがあるレアアイテムになります。サバイバーと生物の両方に経験値ブーストがかかります。ステータスブースター、ペットの体力やスタミナ、酸素値などを回復させるアイテムになっております。これによりさらに戦略性が高まるんじゃないかなと思います。さらにアルファヘルメット、
こちらは草食動物や肉食動物に敵対されず手渡しテイムが可能になるものです。こんな感じです。ただし手渡しテイムにはこのようにレベル制限があるので注意が必要です。さらにサドルフラッグやコスチュームといったものも追加されています。簡単にペットに個性を持たせたりすることができます。非常に中二心をくすぐられますね。こういったコスチュームを集めるために敵を倒すってのも非常にやりがいになるんじゃないかなと思います。次に追加生物の紹介をします。まずはプライム種です。これは本来のアークの生物の改良版といった感じです。様々な能力の追加やテイム方法の変更などがなされています。例えばこのプライムドードーはテイムが簡単ですが、元のドードーよりも有能になっていて、アルファをテイムするまでの序盤の生物として優秀です。次はアルファ種です。こちらは通常種よりより大きく、より強く、より速い強力な生物になっております。テイムには先ほど紹介したようなキブルが必要となります。このような専用のサドルも追加されます。さらにブリーディングも可能なので、中盤以降はこいつらを捕まえて戦力増強するのが良さそうです。お次はこのエーペックス種になります。非常に強力な種となっております。最大レベルの恐竜を召喚してきたりもするようです。テイムはできないですが、倒すことができればこのように貴重な戦利品をたくさん得ることができます。コスチュームやサドルなどかなり豪華な仕様となっております。お次はサイオン種になります。こちらは守護神の子孫とされている生物で、無類の強さを誇るため挑むにはかなりの準備が必要です。こちらも倒せれば見返りは大きいです。次は部族民です。残忍な NPC 民族となっております。いろいろな部族が存在し、部族長というリーダーも存在します。強力ですが、各種プライマルアーマーを解放するためにはそれぞれの部族を倒す必要があります。星霜振り肉なんかで仲間にすることもできます。このように各部族の旗がついたミニオン生物を召喚して戦ってくれます。こいつらが狩りをしている様子を見るだけでもね、相当敵として戦うには恐ろしいということが伺えますが、その分味方にできたらかなり頼もしいと思うので、このモッドの一つの大きな醍醐味なんでね、ぜひとも挑戦してみてください。もうこいつらに拠点が見つかろうもんならね、もう終わりですね。アルファも難なく倒してしまうほどの強さです。お次はボス生物です。このモッドのボス生物はテイムすることができ、エンドコンテンツとなる強力な敵たちに対抗するにはボスを仲間にすることは必須となっております。こういったボスたちはサドルテイムという特殊な方法でテイムします。130レベルで解放できるサドルのエングラムを解放し、ボスを倒すことで得られるエッセンスというものを使用して専用のテックオリジネーターを作ります。そこで各種アーティファクトなどを使って作れるマトリックスなどを作り、それらをもとに、このね、なんかいろんな見たことない材料があるんですけども、そういったマトリックスだったりとか、他にもエッセンスだったりといったレアアイテムをいろいろたくさん使うことで、ようやくそのボスのサドルを作ることができるというね、かなり先の長い作業が必要になります。これはもうコツコツ強くなりながら頑張るしかないです。ただね、実際仲間にすることができれば相当頼もしい仲間になりますのでね、ぜひとも目指してみてください。さらにね、全てのボスを倒し手順を踏むことでさらなる強力なボス生物を召喚することも可能らしいので、やり込むほどに強い生物が仲間にできるというわけですね。非常にやりごたえがあるかと思います。そしてワールドボスですね。このモッドにより追加されるエンドコンテンツとなるボスです。複数の種類が存在します。
この最後に待つ守護神を倒すのは果てしなく難しいでしょうが、ボス生物を仲間にしてぜひとも挑戦してみてほしいです。今回紹介した以外にもテイム可能な特殊な生物もいくつか出現するので、生物追加要素としても十分に楽しめるかと思います。最後にモッドの使い方注意点をご説明します。基本的に他のモッドとの併用はサポートされてはいませんが、干渉しないモッドであれば使用可能です。例えば便利な建築を可能にするストラクチャープラスや、キブルを簡単に作ることができるキブルテーブルなどの併用はお勧めされています。今回は例のごとくアイランドで試していますが、公式のマップであればどこでも使用可能ということです。モッドマップであってもアークデブキットによるスポーンゾーンを使用しているマップであれば使えるっぽいので、わからなければ試してみてください。ちなみにこちらのモッド、アヌナキジェネシスと同じ作者のモッドですが、それぞれのモッドは独立しているため注意しましょう。決して一緒に使うというものではありません。最後にね、モッドなので多少のバグがあるのは仕方ないです。寛大な心を持って楽しみましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はエクスティンクションコアの説明をしました。まあ、やっぱりね、部族民が追加されるところとかこのモッドならではだと思うんで、一味も二味も違ったアークをね、楽しめるんじゃないかなと思います。で、まあ、難易度は非常に高いんですけど、まあ、こういうボス生物だったり、これを超える生物なんかも、まあ、時間をかけてね、頑張りさえすれば作ることができるんでね、ぜひともね、段階を踏んでどんどん強くなっていく楽しみを味わってもらえたらなと思います。というわけでね、今回の動画はこれで以上になります。良ければ別の動画もまた見てください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。